神経系は目、耳、皮膚などの感覚器官を介して外界からさまざまな情報を取得し、分析、統合といった処理を行い、運動器官である体の各部の骨格筋を介して外界の状況に対処しています。また体外の情報だけでなく、血圧や体温といった体内の情報も内臓などに存在する感覚器官から取得して内臓の働きを調節しています。ここでは内臓が運動器官の役割も果たしています。神経系を大きく分類すると、中央情報処理装置として働く中枢神経系と、全身の運動器官や感覚器官とをつないで情報の入出力を担う末梢神経系に分けられます。中枢神経系のうち、頭蓋骨に囲まれた部分を脳、脊柱に囲まれた部分を脊髄といいます。では神経系の発生から見ていきましょう。神経系の発生は、大正18日頃に三相性胚盤の外胚葉が厚くなって神経盤となるところから始まります。神経盤が体の長軸方向に伸びていくのと同時に、正中線の両側が隆起して神経肥大となり、その間に神経口が作られます。大正21日頃には中央付近から左右の神経肥大が融合して神経口が閉じていき、一本の神経管となります。やがて神経管の等速部は拡張して、前脳胞、中脳胞、両脳胞と呼ばれる膨らみとなります。尾側部は原型をとどめて脊髄になります。その後、前脳胞からは周脳と間脳が作られ、中脳胞から中脳が、両脳胞からは小脳、胸、延髄が作られます。周脳と間脳は合わせて大脳とも呼ばれ、その下に位置する中脳、胸、延髄は木の幹に例えて脳幹と呼ばれます。大脳は周脳と同じ意味で使われることもあります。